ありがとうございます。まずお届けいたしましたのは、走れ風の道というですね、自分のオリジナルの曲なんですけれども、自転車に乗って、こういう気持ちいい季節にずっと漕いで漕いで走ってる、そういった風を切りながら走ってるっていう、そういった曲です。今日こうやって演奏してるとですね、普段屋内で演奏することが多いんですけど、こうやって外で演奏してると、もう目の前でこうやってチューリップがこう揺れてるんですよね。このちょっと、いや、風をちょっと感じるでしょ。だからこれが気持ちいいなって思いながら、で結構そういうのって演奏に影響するんですよ。なんかこういうの感じながらちょっと走ったりして、風をテーマにした自転車をテーマにした曲を演奏してみました。で、ですね、次の曲はですね、こちらはちょっと皆さんよくご存知の曲を演奏しようと思います。あれ、もしかして皆さんって曲のリストって何でしたっけ。そしたら初めからご存知なのかもしれないんですけど、川の流れのようにって美空ひばりさんの有名な曲があると思うんですけども、その曲を、ちょっと僕たちならではのジャズの形で演奏しようかと思います。ジャズでやっても本当に綺麗な曲だなと思いながら演奏しておりますが、ここでもちょっとお届けできたらと思います。で、その次もう一つ続けようかと思いますが、もう一つ彼竹内大輔の曲で、日本から世界でイタリアの、トラステベレという、町の朝の市場のにぎわいをテーマにしたモーニングイントラステベレという曲、2曲続けて